場内、キミー・マイズナーがコールされました。ハロー東京、ウェルカムプリンセス。19日の月曜の夕方に来日、この会場東京体育館の氷の感触を確かめたのは、なんと直前の6分間練習が初めてでした。最初のコンビネーションは3回転3回転。トリプルルッツ、トリプルトーループ。トリプルフリップ、スパイラルシークエンス、チェンジエッジの使い方もいいですね。非常にスムーズです。ダブルアクセル、クライマックスにかけてはトランペットの音色に合わせてしっとりローロー。ここはやはり女王の貫禄。いやー、練習では不調って言われてたんですよね。やっぱりすごいですね、こうやってバッチリ合わせてくるんですね。いや、直前の練習まで本当にみんなヒヤヒヤして見てた中、はい、もう本番この本当に2分50秒あっという間というほど別人のように完璧な演技、今シーズン一番良かったんじゃないですかね、このショートプログラム。この時間内でのこの集中力ですね。素晴らしいです。それから行ったこの演技内容に関してもマイナスの点がなかったように見受けられます。出来栄えの方でもほとんどプラスで、これはポイントがつくんじゃないでしょうか。もしかしたらちょっとこのステップからのジャンプが回転が足りないかなと思ったんですけれども、まあ大丈夫でしょう。スパイラルシークエンスも非常にスムーズで、ポジションも良かったですし、スピードもありましたね。現在の順位、イタリアのカロリーナ・コストナーが 67.15 という高得点をマークしています。さあ、それに対して現世界女王キミー・マイズナーはどうか。
くどいドレスに身を包んでの17歳。さあそして次にキムヨナも控えます。注目どころ続々というこのグループ。得点楽しみというそんな表情とともに、まずはテクニカルエレメンツ 36.38。 演技構成5項目では4項目で7点台を揃えてきました。 64.67、 パーソナルベストをマークした今回のショートプログラム。しかしコストナーには届きません。現在2位です。現在の順位は第2位です。さあこの後来るぞキムヨナ、そして注目。本当に素晴らしい演技だったんですが、現在は2位、そのことはどうなんでしょうか。 You showed out such a great performance to us today, but you're still in second place. Yeah. What do you feel about that? Well, that's fine for me, you know, because I'm normally behind in the short, and I actually did a clean short, which is really good. 私としてはすごくいい演技ができたと思うので、自分自身がやったことに満足しております。さあそして明日のフリーに向けてなんですが、 What would you like to accomplish with your free program tomorrow? Well, I'd love to do a clean free program. You know, I've really been training hard and I feel like I can do that. 私はすごくトレーニングをたくさんしてきました。ですので、すべて今までやってきたことを、やりたいと思います。Give them something they enjoy. 楽しんでやりたいと思います。Thank you.